ありがとうございます。はい、前田と申します。時間がないので端的に、まず人の採用、いろいろとこれからも採用していくかと思うんですけれども、その人の採用どういうふうな視点で、採用しているかちょっと面白い話、聞かせていただけたらなと、はい、人の採用の基準、はい、試しにやってみればっていう感じでうち採用試験ないです。でとりあえず来たいと思ったら来ればで泊まれるとこあるから1週間ぐらい働いてみたらと。でその時にうちの会社18人しかいないから18人全員と喋ってみてと。そしてこの人はちょっとっていう人がいたら来ない方がいいかもよと。その大事なことは僕らが君をジャッジするではなくて君らが僕らを見て大丈夫かどうか判断したらきっと君が一番落ち着けると思うから来たらいいよっていう風にしてやってますが、うちは競争率400倍とはほど遠い世界で全く応募がありませんので、ぽつりぽつりしては来ないです。今ね確か9台からね来てますよ、うん、真っ白の雪の中で一生懸命働いてますけどもね。だからうちに入りたいなと思ったら来ればいいっていう感じです。で来て働いてみれば無で自分が落ち着けそうと思ったら働けばいいし、ね、猫かぶったらかぶったきりで働いてるのはダメなことありますけどもねいう方法をとってます。基本的に採用の僕が最終出しはするんだけども、うちの会社のみんながあいついいんじゃないって言ったらもうそれで OK っていう感じで、ね、やってます。真面目な答えしたらなんですけど、私がそのさっきちょっとスライドで言った反応の自由ってあそこの話と同じなんですけど、まだ続いてるんです、たくさんこう質問者いる中ではいって言って声出した人間にじゃあって言ってるのと同じで、例えばここは会社説明会だったとした時によく言われる中で 前向きだかでやる気があるだかってこういろいろ言われるんです。こちらから見ててこの中の皆さんのうち誰が一番やる気があるか絶対わからないんですよね。でそのいわゆる状態を表す言葉なんです。それっていうのはでさっきもちょっと話してましたけど、それが行動にいかに移ってるかっていうところが勝負で、例えば やる気があるとか、まあ、コスト意識あるよねあの人みたいな感じっていうのは、コスト意識がある人は、コスト意識があるから毎日自分の作業の後になんか時間となんかコースメモってるよねとかいう、なんかそのなんかの行動を見てコスト意識があるっていうジャッジをしてるはずなんです。なので面接の時とかにいっぱいみんながいたら分かんないから、自分をアピールするには例えばうちのホームページの全コピーしてカラーコピーでもう勉強してきてますってやられてたらどちらかというと落とす理由がないので次のステップに行ってください。だから採用するときまずはアピールをしてくる人間がなんとなく上に行ってて、最後まあ面接の段階になればそれはね過去での本の適切にいますけど、まず一番初めっていうのはそのいわゆるアピールというかそこしか見ようがないっていうのが現実のところなんです。はい、その他子供がって言ってたんで子供を勉強の上でゲームとかって邪魔になるものなんです。僕もゲームが好きなんであれですけども、そのねゲームを効率的にやるってことをまず大事なことなんですね。あともう一つはですね、テストの前の日にゲームはちょっとさすがにないだろうっていう感じがしますよね。優先順位は決めた方がいいと思います。その代わりやっていい時間帯というかね、やっていいチャンスを見つけたらば、もう思いっきりやるべきだと思います。で、中途半端のところでもうそろそろやめなさいって言われるから、いつまでもやり続けなきゃいけないんだから、あなた今日から3日間寝ないでやりなさいって言われたら、おそらく2日目ぐらいで値を上げると思います。だから、僕はゲーマーでそんな悪いことじゃないと思います。で、クリアしなきゃないしね、友達と話もしなきゃないしね。だから、それができる時間帯を作る努力をするといいです。例えば勉強してるアピールもすごく大事でね、勉強してるふりをするのも大事なことかもしれないし、あとはちょっと成績良くしとくのも大事なことかもしれないしね、それをやったら思いっきり徹夜でゲームできる日がやってきますので、ぜひその、ね、日を作るように努力したらいいんじゃないかと思います。
今毎年4月に全国学力調査っていうのが行われてて、それでその生活習慣と子どもの学力っていう相関関係がもう分析されてるわけですよ。で、子どもが1日のうち そのテレビを見たりゲームをする時間と、学力っていうのは明らかに反比例する。スマートフォンを扱ってる時間と学力っていうのは明らかに、ね、反比例するっていうのは、これも統計学的に明らかになってます。これがまず1点。ただ1点面白いのは、スマートフォンに関してもゼロの子よりも30分以内の子どもの方が成績が伸びて高いんですよ。で、これは何だろうって学校の先生とこうディスカッションしたことがあるんですけど、多分自分をコントロールできる力だ、30分以内しかしないって決めたらちゃんと自分で守れる子は多分成績が伸びていくんだろう。で、これね、我慢の力なんですけど、これアメリカでマシュマロテストっていうのが行われていて、子どもにこうマシュマロを机の上に置いて、食べたらダメだよって言って、大人が出て部屋から出てってずっとカメラで観察している。で、当然ですね、食べる子もいます、我慢する子もいます。で、食べてしまう子はもうつい触ってしまうと、そうする子食べちゃうんですね。もう我慢できる子はもうこうやって見ないんですよ。で、その調査で面白いのは、追跡調査が行われてて、それから十何年後かに大学進学の時にその子たちが何点取ったか、センター試験で何点取ったかっていう追跡調査が行われてて、我慢できた子は我慢できなかった子よりも平均で 30% ぐらい点数が高かったそうなんですよ。だから我慢できる子っていうのは伸びるっていうことが言われてて、まあ、その我慢の力っていうのを親が子供にいかにつけさせていくかっていうのはすごく大事な、子育てする上で大事なことだろうと思ってます。オンとオフですね。やっぱりそのさっきのオンとオンオフですね。オフのところがちゃんと聞けば、それの手段のゲームだろうが、ね、グデグデしてようが、プラモデル作ってようが、それはちゃんといいと思います。はい、じゃあ最後、残り1問。あ、じゃあ、はい、はい、はい、ね、大事なアピールです。行動になって、行動に。上松さんのお話の中で、我慢とは何だと思いますかっていう質問があって、私頭の中で何かなって考えたら、諦めることでもなくて、口答えしないことでもなくて、望まないことでもなくて、違う方法を考えることって言われるのがすごく心に残りました。少し子どもの数が多いので、結婚してる子もいれば、子育てしてる子もいれば、受験の子もいれば、学校生活を送ってくれる子も、送ってる子もいれば、仕事頑張ってる子もいて、我慢する機会がすごく多いと思うんですね。その時にその違う方法を考えることっていうのがどういうことか、もう少し教えてもらえたらと思います。世の中大体自分の思うようにならないことが多くて、でそれに腹を立ててもしょうがないっていうか、例えば旅行に行こうと思ったんです。青空へ下をしたのに雨が降りましたと。で、その雨降った空に向かって文句言ってももう何ともならないですね。その時はやっぱり雨が降った時どう楽しいことするかを考えるべきでね。その与えられた条件、どうにもならなかったことについて、そこでもう絶望したり怒ったり呪ったりするんじゃなくて、それこそだったらこうしてみたらでね、違う方法を考えるっていうのは、そのだったらこうしてみたらって言葉なんだろうって僕は思ってます。我慢しなきゃない瞬間って確かにさっきの、ね、テスト前にゲームした方がいいんじゃないって言っても確かに我慢なんですけど、であればいつゲームをするのかって考えてね、違う方法を見つけ出す、時間を作り出すってことも、それもだったらこうしてみたと思うので、ぜひね、思うようにならないことに出会った時に恨んだり呪ったりねしないでね、次の手を考えたらいいんじゃないのっていうのがね。はい、じゃあお約束の4時20分になりましたが、皆さん満足いただけましたでしょうか。よかった、ありがとうございます。じゃあ一応ですね、授業はこれで終わりということで、ただ一点ですね、ちょっと皆さんで写真撮りたいなと思ってんで、僕ら3人そこにこう立ってですね、ステージの上からカメラマンさんにブワーッと引きで撮ってもらおうかと思ってるんですが、よろしいですか。はい、いいですか。はい、2016年3月19日楽しかったですか。ちょっと待って、2016年3月19日、楽しかったですか？イエーイ！
じゃあ、皆さん本当に、長い時間お疲れ様でした、本当にやってる私たちとしても楽しかったですよね。楽しかったです。ありがとうございます、はい、皆さんがこうやって集まっていただいたおかげで本当に素敵な出会いをいただくことができました。本当に心から感謝しています。ありがとうございました。お互いに大きな拍手を。